新川駅は、北海道札幌市北区新川4条1丁目にある、北海道旅客鉄道札沼線の駅である。駅番号は、G04、電報略号は2位。相対式2面2線の高架駅である。ホームへは、階段、エレベーターの他に上下両方向のエスカレーターがある。二千十二年五月十一日までは、八県駅、新古都駅と並び、秘伝家、高架、 福泉という珍しい構造の駅だった。また、高架化以前は一面一線だった。高架化工事中、八軒駅から東駅までの区間においては、まず元々の路盤の東側に、高架単線を構築しつつ、東駅及び伊北においては一時的に線路を元の路盤よりも、さらに北西側に振った。現役者は、旧駅の真上に構築しつつ、工事期間中は仮ホームは、 高架の西側真下に作られた。現役者の内登り線側ホームのみの暫定開業後、下り線側の線路を付設した。総延駅管理の業務委託駅。緑の窓口、自動券売機、離せる、券売機、簡易自動改札機が設置されている。かつてはキオスクがあった。2019年度の1日平均乗車人員は3258人で、ある。 近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通りである。駅は新川北岸にある新川地区にあり、川からは約500メートル離れている。周辺は住宅地で駅前広場や商店街はなく、飲食店がわずかにあるのみ、宅地化が進行してから駅が設けられたためである。ありがとうございます。